こちらは今朝の九州産業大学です、はい、今日から一般入試が始まりました、うん、新型コロナに翻弄された1年、緊急事態宣言のもと例年とは異なる受験風景となりました。試験開始の1時間前、マスク姿の受験生が続々と集まりました。例年だと激励に駆けつけた人たちの姿も見受けられますが、今年はありません。特に大学からお願いを出したわけではないということで、ここからも緊急事態宣言下の市民の意識を読み取ることができます。受験生は校舎に入る直前、全員が手指の消毒をします。この後サーモグラフィーで体温の確認を済ませ、試験会場の中です。お気づきでしょうか、例年一つの机に2人が着席しますが、1人ずつです。これも間隔を保つためです。このような中、受験に臨む皆さんの声です。お聞きください。初めてなんで、ちょっと緊張してるんですけど大丈夫だと思います。どのあたりで自信を持ってますか？今までやってきた自分の努力、学校の行事とか、部活とか、楽しい思い出とかなんかあんまなかったんですけど、その分みんなで受験に向けて、勉強を頑張れたかな。糸島市の高校生は観光学科を志望しています。糸島に戻って、そういう仕事について、貢献していきたいなと思って、やってきたことを出すだけなんで、戦うのは自分です。敵は自分。